さて、国を挙げての選挙戦には様々な思惑を抱いた候補者が名乗りを上げます。次期王の筆頭候補者として揺るがない地位にいるのはフォーデンと、そして主人公たちの宿敵であるルイの二大権力者です。フォーデンは連合国の中心となる宗教聖教の最高権威者であり、国の政治を支える聖教府の長も兼ねています。王の崩御で混乱する国を束ねる穏健派の指導者として、国民の幅広い層から支持を受ける人物です。神が授けたもおた試練。一方ルイは穏健派のフォーデンとは対照的に、人間を討伐できるほどの圧倒的な戦闘や魔法の技を持ち、かつ軍師として優れた知略を持った完全実力主義の将校です。国難を人間を打つ力なくして未来はない。出自を問わず実力と合理性を重んじる彼は、急進派の若者を中心に多大な支持を集めています。選挙戦で争うことになるのはもちろんこの2人だけではありません。他の候補者たちもそれぞれ奇抜なマニフェストを掲げて選挙戦に名乗りを上げていきます。